はい、どうも、ヨネオーチャンネルです。よろしくお願いします。いやー、来ましたね。次の駅ってね、臨海線の、続きの動画ではございません。今日はね、三重県の、はい、カンバール津市に来ております。ようこそ津市へって書いてありますね。ゆるキャラもなんかいるみたいです。ゴーちゃんとか水金とか白モッティっていうキャラクターなのかな、いますね。なぜですね、三重県の津市にいるかと言いますと、7月22日に、開催された三重の代表的な、三重県って結構花火で、ね、花火がね有名なんですよね。三重県の有名な花火大会、紀北灯籠祭りというところにですね行ってきました。だいたい津市から1時間ぐらい、南下していくところにある町なんですけど、写真家が本当に喜ぶようなね花火が上がることで有名な駅なんですよ。駅じゃないや、町なんですよ。で、昨日、僕も写真を撮るのでその撮影をしに行ってきたんですけど、せっかくだからね、写真と一緒に動画も撮ろうかなっていうふうに思ってはいたんですが、三脚を携帯用の三脚を忘れちゃいまして、残念ながら写真を撮る関係上、動画の撮影はできませんでした。とりあえず撮った写真を、載せておきます。本当に規模がねそんなに大きい花火大会っていうわけではなくて、一発の花火がものすごい迫力なことで有名なんですよ。写真を撮る人ってその一発を何発もボン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 って上がるやつよりは、一発のド派手な花火を目当てにですね撮影をしに行くことが多くてですね、私も、ミーハーなので、撮りに行きましたね。ここは近鉄津駅っていう駅みたいですね。ということで、軽く散策してみましょうか。なんかこっち側は、公園とかもあるみたいなので、で今日は、花火大会昨日終えて、さすがにもうヘトヘトだったので急遽ですねホテルを予約して一泊、津駅周辺のホテルに滞在して三重を少し観光してから、帰ろうかなっていうふうに思ってます。あ、なんか看板にジブリの看板とか掲げてありますね。何なんだろう、高畑勲展。今三重では7月8日から9月18日まで、三重ミュージアム三重県総合博物館で高畑勲展が、やってたりとか、なんか陶器とかですかね、ひねの展が、クラフトデザインの先駆者ひねの展がやってるみたいですね。いや、それにしても今日もう本当に今10時なんですけど、もうね、30度ぐらいあるのかな。ものすごい、もうね体感的にものすごい暑い。いやー、もう本当に、昨日の花火大会ほどの暑さはないんですけど、昨日はもうね直射日光にずっと場所取りの、関係でさらされてて、死ぬような思いでまだかなまだかなっていう感じで花火を待っていました。すごいね、写真愛好家の方に人気の花火大会で、僕は21日、いやー前日入りなんて随分ね、せっかちだなっていう風に思われるかもしれないんですけど、もうすでにね、結構な数の、場所取りの人がいまして、もちろん全員写真を撮る方なんですけど、いや埋め尽くされてましたね。渡るとなんかちょっとアーティスティックな公園があるのでちょっと見てみましょうか。いやっちー、はい、
いろいろなんか、博物館とか、石碑だとかなんか池とかもあるみたいですね。ちょっと覗いてみましょうか。あ、偕楽園って、それもそうか、偕楽公園って言うんだ。ちょっと行ってみましょう。あ、こっちからかな。ああ、親子仲睦ましい触れ合いっていう銅像みたいな。いやー、こういうね、木が生えてるところとか公園とかで木の植物が生い茂ってるところとかは涼しくて本当にいいですよね。いやー、街にこういう、癒しスポットがあるのは、ありがたいです。本当に駅出てすぐに、偕楽公園がありますので、暑いからここで過ごすのもいいんじゃないでしょうかね。というかね、津駅、あの県庁がある駅な、まあ、県庁がある駅ってそんなに賑わってるってイメージないか。でも浦和は賑わってるよな。というか、まあ印象としては、まあ日曜日なんですけど、まあめちゃくちゃ、買い物をするお客さんがいるわけでもなく、閑散としてるなーっていうような、印象ですね。なんかこうさっぱりしてるというか、そんな印象を受けました。いやー、この通りは、食堂に緑が生い茂っててですね、非常にね、心地いいですね。木もね、綺麗に整備されて植えられてるような感じですね。ここも偕楽公園の一部だよな。入ってみようかな。いや、いい散歩道、立派な木ですね。こんな感じで、はい、立派な木がございます。植えられてますね。あ、奥の木もすごいな。あの根っこがすごいすごい、こんな感じ。いや、非常に立派。いや、今年入って見えくるのは2回目か。あの5月ぐらいに丸山千枚田に行って、それ以来だから 2,3 ヶ月ぶりになりますかね。やっぱりね、改めて、車で、来ましたけど、高速使ってもやっぱり遠いで、昨日は花火の、花火大会ということもあって、あのね、帰りの交通渋滞がものすごかったですね。あの高速、乗るのに通常だったら、だいたい5分ぐらい、5分は言い過ぎた、10分ぐらいでね、あの高速の入り口まで行けるのに、なんと2時間待ち。もうやばいっすよ本当に。だから結局通に着くまでに3時間4時間要しちゃいましたね。橋が、朱色の橋がかかっております。こんな感じで風も少ないのでリフレクションしてますね。ちょっと池は綺麗とは言えない、汚いですねこんな感じです。涼しいで、すごい整備されてて、ゴミも全然落ちてなくて、本当に気持ちいい公園です。でもあんまり人いないですね。あー、広いな本当に。いや本当にセミの声も本当に賑やかですね。さらになんかセミの声聞くと、あの暑さがこう増すというか、偕楽公園はなんか隅々まで歩くと結構な広さありますね。うん、駅前の公園にしては本当敷地面積が、かなりあるなっていう風な印象を受けます。バナなんか、なんだろう、警察のマークかな、真ん中にあるの。あ、これは慰霊碑ですね。殉職って
書いてあるから遺伝子か。こういうのもあるんですね。お、ここには稲荷大明神、稲荷神社がございます。竹が生い茂ったりと非常に自然豊かな公園ですね。茨城の偕楽園みたいな雰囲気が偕楽公園だけにありますね。何か関係してるんでしょうか。いや、非常に整備されて過ごしやすくていい公園だなっていうふうに思いました。ということで、津駅周辺はね、地図を見る限り県庁とこの公園が、まあ、他にも探せばいろいろあると思うんですけど、パッと見あるかなってぐらいなので、とりあえず今日はですね、四日市の方を観光したりとか、あとはね、ちょっとなんか風車が有名な、高台があったりするみたいなので、まあ、そっちの方を行って、まあ、観光して次の日までいようかどうかちょっと迷うんですけど、まあ、もうホテルはさすがにお金ももったいないので、まあ、もう一泊するとしたら車中泊にしようかなというふうには思ってるんですけど、まあそうですね、もう一泊するかどうかはちょっとわからないですけど、ちょっと観光して、帰りたいと思います。ということで、次の観光地に行ってみようと思います。埼玉の岩槻公園みたいに、電車も展示されてますね。電車だよね、 SL かな。あ、すげえかっこいいっすね。いやー、やっぱ黒い車体ってなんかそそりますね。だいぶもう中もこんな感じで、朽ちちゃってる感じですけど、すごいな。当時はここに炭を、石炭かな、入れて蒸気をこうね、こう吹かせて列車を走らせてたんですよね。いやー、やっぱり SL はめちゃくちゃかっこいいっすね。ボディもたまらない。走ってるところ見たことあんまりないんだよな。改めて大人になって見てみたいですよね。はい、ということで、津市からだいたい1時間ぐらいかな、青山高原ってところに、到着しました。見晴らしのいいところが何箇所があるということで、とりあえずふるさと公園っていうところ、行ってみましょうか。どんな感じなんだろう。あのね、風力発電所の風車が、ぐる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 回ってて、それがね、とても迫力があるとっていうようなことをね、ことがね、書かれてましたね。どんな感じなのかな。っていうか、まあ風車は何箇所か、車で通り過ぎる時に見えてたんですけど、まあなんだろう、しっかりこう見渡せるというよりかは、あ、風車だっていう感じで通り過ぎる感じで見てただけなので、しっかりとちょっとこの目にね、焼き付けていきたいなというふうに、思います。結構登るな。まあ見晴らしのいいところなんでこんなもんだろう。疲れる。それにしても今日はというか結構な割合でなんか旅先に来るとなんかいい感じに雲が綺麗だよね。見晴らしもめっちゃいい。雲綺麗だ。何枚か写真撮って、帰ろうかなっていうふうに思います。
っちゃ暑いからここでアイスでも買おうかな。間近で見るとめちゃくちゃ迫力ありますね。こんな感じ。ちょっと近くの風車はあんまり回ってくれてないけど、迫力すごい。はい、ということで2つ目の目的地、四日市ポートタワー、こちら海テラスにやってきました。まあ、ちょっとね、向こうの方に工業地帯が見えてると思うんですけど、ここは夜にならないとあれなんですけど、夜景が、工場夜景が日本一、すごいということで有名な場所なんですよね。ということでこちらも楽しみにしていたところなので堪能したいと思います。それでは行ってみましょう。なんだろうこのオブジェ。1階ロビー中の様子はこんな感じ。ちょっとね、撮影する時間が変わっちゃって周り暗いんですけどね、左の方に行くと海テラス14展望デッキへ続くエレベーターがあります。はい、中にはちょっとした展示物もありまして、こんな感じでね、筋肉隆々のムキムキのね、カンガルーの剥製もございます。なんでカンガルーがあるかっていうと、オーストラリアのシドニー市と四日市市は姉妹提携関係にあるみたいですね。だからですね。ということで14階に向かいます。14階展望展示室、海テラス14、中の様子はこんな感じ。シアタールームがあったり、巨大な四日市港の立体的な地図、ボタンを押すと光るやつですね。かっちょいい船の模型があったり、四日市港の歴史が学べる資料があります。その他、模擬操縦ができるゲームなんかで遊べたりできます。そしてそして、なんだかんだでやっぱりこれが最高、360度パノラマ絶景、四日市市の街並みが俯瞰して楽しめる展望ブースでございます。夜景がね、非常に有名なところではあるんですけど、昼間でも十分に絶景、一見の価値ありです。ということで夜景も動画で撮影したんですが、反射しちゃったりしてね、うまく撮れなかったので、そちらは写真でどうぞ。はい、いかがでしょうか。こんな感じで宝石箱のようにね、うっとりするような景色ですよね。本当に素晴らしい。四日市市はですね、その他にも夜景が美しいスポットっていうのがたくさんありまして、パンフレットがポートタワーでももらえるので、それを見ながら巡ってみるのも面白いと思います。最高の夜景ライフ、ありがとうございました。はい、ということで四日市の夜景を楽しんでそのまま帰る予定だったんですが、まだまだ近くに絶景スポットがあるということで、滋賀県の岩尾の一本杉というのを見てきました。新緑とリフレクションがとっても綺麗なとこでしたね。ただしね、野生動物がめちゃくちゃ飛び出してくるので、そこだけは注意が必要ですね。ということで本当に楽しい旅になりました。ご視聴ありがとうございました。また。